ザイオン覚醒し始める。の呪いから解放されたんだ。ザイはわしが育てた。ザイはオナナの調子と連動してるんだ。昨日はオナナも良かったハグ。ザイはまだ3年ぐらい修行が必要っていうかスタメンになって1年目の GK に期待しすぎなんだな。アジアカップに使うボイが悪いんだ。今回自信失っただけなんだ。バナナとイオン。GK って30超えてからだよな。手足制限ももう結局31だし。ブンデスでも手足は若い頃からそれなりにすごかったぞ。シチェスニーなんかはアーセナルの時は微妙だったけど、ゆうべで明らかに成長したな。まさにオナナウチームがボコボコの時破損だけセーブ機会があるもんなう。GK の評価が難しいのはまさにそれ。1失点ならまだしも3失点もしてたらファインセーブ数本見せたところであんまな。失点してても評価されてるから代表に来ても失点しかしないんだろう。オナナに続けザイオン。どこのリーグも下位チームの GK ほどセーブ数多い傾向があるからな。それだけ打たれまくってるってことでもあるし、ポルトガルの中村康介も残留争いするような下位チームだからセーブ数だけは多い。ボイチのデバフ呪いようやく抜けてきたか。他の選手みたいに怪我には気をつけろよ。